貨幣史は貨幣の歴史及び歴史上の各時代における貨幣の機能や貨幣制度の研究を指す。関連する学術分野としては貨幣とその形態を研究する貨幣学の他に経済史をはじめとする歴史学や考古学、文化と貨幣の関わりも研究する文化人類学などがある。ヤップ島の石化。物品貨幣貨幣の起源は市場や貿易の起源とは別個にあるとされる。貨幣の機能には支払い、価値の尺度、築造、交換手段があり、いずれか一つに使われていれば貨幣とみなせる。貨幣の4つの機能はそれぞれ異なる起源を持つ。支払いの貨幣は責務の決済を起源とする。賠償、貢ぎ物、贈り物、宗教的犠牲、納税などがこれにあたる。価値尺度の貨幣は物々交換や財政の管理を起源とする。歴史的には単位のみで物理的に存在しない貨幣もある。築造の貨幣は財や権力の蓄積を起源とする。食料や家畜、身分を表す財宝などがこれにあたる。交換の貨幣は財を入手するための交換を起源とする。売買がこれにあたる。4つの機能をすべて備えた貨幣が使われるようになるのは文字を持つ社会が発生して以降となる。前述のように貨幣には4つの機能があり、いずれかに使われていれば貨幣とみなせる。歴史的には用途によって特定の機能の貨幣があり、複数の貨幣を組み合わせていた。バビロニアでは価値尺度としての銀、支払い用の大麦、交換用の羊毛やナツメヤシなどが使い分けられた。中国の漢では賜物、与えや贈与の目的や立場に応じて金、琥珀、銅が厳密に使い分けられた。日本の江戸時代では江戸幕府が石高制の下で米を価値の尺度として金、銀、銅を産貨制度として統合した。貨幣の素材には現在では一般的な金属や紙の他に様々なものが選ばれてきた。地域の伝統や慣習において富とみなされるものが貨幣として選ばれていた。穀物や家畜も貨幣となるが、そうして貨幣は消費して減ってしまうと取引に支障が出る。そのため取引に影響が少ない素材として金属や紙が多く選ばれるようになった。現在知られている最古の金属貨幣は紀元前4300年頃の銀リングである、春、硬貨は、紀元前7世紀にルデアで作られたエレクトロン貨、最古の紙幣は、北宋の政府紙幣として流通した硬紙とされる。特定の素材の価値で国家の貨幣を裏付ける制度として、本位制があり、金本位制、銀本位制、金銀複本位制などがある。古代中国の売価素材そのものに、価値のある貨幣を物品貨幣や実物貨幣と呼び、特に初期の貨幣に多い。物品貨幣は、貝殻や石などを用いる自然貨幣と家畜や穀物などの商品貨幣とに分類される。代表的な物品貨幣に貝化、石化、穀物、果実、塩、琥珀、べっ甲、鯨歯、牛やヤギ、羽毛などが存在する。こうした物品貨幣の様々な種類は、パウル・アインチッヒの著作、原始貨幣に集められている。近代貨幣制度を確立したフローリン金貨。1347年金属は保存性、糖質性、分割性、運搬性において貨幣に適した性質があり、金貨、銀貨、銅貨、鉄貨などが作られた。このうち銅貨は、実際には青銅貨である場合が多い。金、銀、銅は腐食しにくい点も貨幣に使われやすい理由となった。金属貨幣は、はじめは地金を計りって使った。これを漂量貨幣と呼ぶ。やがて、打刻貨幣または鋳造貨幣すなわち硬貨が現れた。硬貨のように一定の形状、質、重量を持っている貨幣を係数貨幣とも呼ぶ。古代から近世にかけての貨幣制度は、金属資源の採掘量に左右され、金属貨幣の不足は、小切手、為替手形、紙幣などの発生にも影響を与えた。地中海や西ヨーロッパでは、硬貨の素材として、主に金銀を選び、中国や古代、中世の日本では銅を選んだ。西ヨーロッパでは、領主や商人の交易に銀貨を中心に多用したが、中国では農民の地域市場での取引に銅貨が多用されていた。最初の紙幣とされる硬紙。中世には名目貨幣である紙幣が登場した。紙幣は運びやすく、原料とコストの面で利点が多かったが、発行が容易なためにインフレーションも発生しやすく、しばしば国家の弱体化につながった。現在の紙幣は中央銀行が発行する銀行券と政府が発行する政府紙幣に大きく分かれるが、その他にも民間でも紙幣が発行されてきた。最初の政府紙幣は総政府、最初の銀行券はスウェーデンのストックホルム銀行が発行した。1990年代から電子決済による電子マネーの運用が始まり、現在はIC カードを使う携帯が普及している。携帯電話による決済も急速に普及しており、現金を使わないキャッシュレスの社会が拡大している。物々交換において交換比率を決める尺度として貨幣を用いる場合があった。バーターが効率よく行われるために尺度としての貨幣が役立った。手形などの信用取引の手法は古代から物々交換でも使われて複雑な現物決済を可能としていた。物々交換には信用取引を活発にする効果もあり、単位のみの貨幣も使われる。単位のみの貨幣としては古代ギリシャのタラントン、中世ジュネーブのエキュー、日本のリンなどがある。9世紀のバルト海のバイキングは、イスラーム帝国のウマイヤ朝の紛争を価値尺度の貨幣とした。中世の西ヨーロッパは複雑な貨幣の流通をまとめるためにバンクマネーとも呼ばれる計算用の貨幣で管理した。アムール川流域のサンタン交易では物々交換が行われ、サンタン人と清の取引では現地で使われていない中国の銅貨を尺度とした。サンタン人と日本の取引では黒天の毛皮を尺度にして商品の価値を測った。含有率や重量が様々な貨幣が流通する地域では両替商の存在が重要とされた。古代ギリシャのトラペジーテイス、中国の宋代の直子坊、イスラーム世界のサッラーフ、江戸時代の本両替と占領替などがある。都市には両替市場が設けられたり、大規模な定期市である年一には両替商が滞在して、現在の銀行にあたる業務を行う者も現れた。中世イタリアの両替商が仕事に使ったバンコという台は銀行を表すバンクの語源ともなった。身分や性別によって特定の貨幣が使われる場合もある。ロッセル島にはンダップという男性用の貨幣とンコという女性用の貨幣があり、ンダップは23種類、ンコは16種類の異なる価値を備えていた。サモアには女性が生産するトガ財と男性が生産するオロア財があり、交換手段の貨幣が浸透するとオロア財が優先して貨幣で買えるようになった。トロブリアンド諸島ではクラ交易に用いるクラ財は貨幣で買えないが、クラ財と交換できる豚やヤムイモは貨幣で買える。このため女性や若者など貨幣収入を得やすいものがクラ交易への影響を強めた。誤払いの決済であるクレジットカードでは個人の信用情報をもとに使用可能であるかを決定する審査がある。IT 技術に基づく決済仲介システムでは取引情報が社会信用システムに活用されて個人や企業への融資を評価するサービスも行われている。仮想通貨のビットコインでは非中央集権のシステムを運用しており、識別情報がない。貨幣には装飾的、儀礼的、呪術的な素材も見られ、宗教的背景を持つ場合もある。古代中国では、宝貝が豊かさんや死者の安寧と結びつけられて、神聖とされ、売価となった。アフリカのドゴン族の神話では売価には生きた力があり、取引をする人間の力に対応している。そして市場での売価を使った交換は、言葉の交換に対応するとみなされた。死者の埋葬に使う、銘銭という習慣もある。マリア・テレジア・ターラー、発行年を1780年に固定して、現代まで発行されており、アフリカ等で使用された貨幣には、地域内での使用と、地域を超えた交易での使用があり、内外で異なる貨幣が定められる場合がある。地域内の貨幣は、少額で、周期的であり、貿易の貨幣は高額で、非周期的となる。18世紀のムガル帝国地下のベンガルでは、穀物の先物取引では、ルピー銀貨を用い、地域内の市場で穀物を買うときには、少額取引に適した売価を使った。さらに、納税と穀物取引では異なるルピー銀貨を使った。現在では一国一通貨の制度が普及しており、これは国際金本位制に起源を持つ。それ以前は、貿易用の貨幣は発行者の国を超えて、複数の国や地域で流通した。古代ギリシャのドラクマ。中世イスラーム世界のディナールやディルハム、中国の宋銭、貿易銀と呼ばれる、ラテンアメリカのメキシコドルやオーストリアのマリアテレジア、銀貨がそれにあたる。現在は国際決済に多く使われる国際通貨や基軸通貨と呼ばれる貨幣がある。異なる地域が通貨を共有する通貨同盟や経済通貨同盟もある。一国一通貨の制度が普及する以前は、地域内で流通する地域通貨も多数存在した。穀物や家畜を使った各地の物品貨幣や日本の伊勢神宮の所領を中心とした山田馬騎、中国の民間紙幣である銭票などが知られている。地域通貨が政府や民間業者の保証なしに流通する場合は地元で取引される商品の販売可能性によって成り立っていた。貨幣発行益は古くから政府や造幣者に注目されてきた。発行した貨幣を用いて財や労働を調達できるほか、貨幣の普及により税の徴収が楽になるという利点がある。また、地金の値段よりも額面が高い貨幣を作れば、差額によってさらに利益は大きい。多くの国家で大量の貨幣が発行され、ペルシアのアケメネス朝やローマ帝国をはじめ古代から兵士への支払いに効果が多用された。貨幣発行益を得るための造幣は貨幣や政府への信用に影響する。日本の朝廷が発行した高調12銭は改鋳のたびに目方と質が低下した進化が出たため信用の低下と銭離れにつながった。現代は中央銀行が銀行券を発行する国家が多く、その場合は製造コストと額面の差額は貨幣発行益とはならない。発行益の大きい貨幣が存在すると、偽金の増加にもつながった。貨幣を発行する造幣権は政府や領主に管理され、民間が発行する貨幣の多くは渡しと呼ばれて取り締まられた。例外として、漢の劉邦は外の戦争時に民間の造幣を許可し、半両銭が普及する後押しとなった。またアメリカ合衆国では、個人や団体が自由に銀行を設立して、銀行券を発行できる自由銀行時代もあった。緊急時においては短期間で地域通貨が発行され、泉州での飢饉の際の市中船、同部足によって作られたアーマダバードの手塚、世界恐慌が起きた後のワシントン州の木片などがある。歴史的には様々な銀行が銀行券を発行できたが、現在では中央銀行が銀行券の発行を独占している国が多い。仮想通貨のビットコインでは発行者はマイナーと呼ばれ、作成報酬や取引手数料を受け取る。金属貨幣の発行には大量の金属を必要とした。有名な産地として、アテナイのラウリオン、ペルーのポトシ、日本の石見銀山、ブラジルのミナスジェライス、ゴールドラッシュが起きたカリフォルニアなどがある。鉱山での過酷な採掘も記録に残っており、ラウリオン銀山は古代ギリシャの奴隷労働として最も過酷と言われた。ポトシ銀山はペルー副王領の時代にインディオが酷使され、多数が命を落とした。硬貨のデザインは地域によって大きく異なる。ヨーロッパの硬貨は権力者の肖像などの図像を入れているが、中国や日本では、銭と呼ばれる中心に、穴の開いた硬貨を作った。線は円形片鋼といって穴が四角く、これは古代の宇宙観である田園地方の思想に基づいている。この穴は鋳造後にバリを削る時の道具を通すために使ったほか、紐を通して大量の枚数をまとめるのにも活用され、小額面の貨幣を運ぶには便利だった。一方、硬貨に穴がないヨーロッパでは運ぶための財布が発達したとも言われ、アテナイでは一般市民は財布を持たず、少額の硬貨は口に入れて運んだという記録もある。イスラーム世界の硬貨は偶像崇拝を避けるために文字や図柄だけを刻印した。紙幣は最初の紙幣とされる宋の硬紙をはじめとして中国や日本では縦長であった。これは文字が縦書きであったことに由来する。ヨーロッパの初期の紙幣は北欧を中心に縦長であり、オーストリア・ハンガリー、ロシア帝国、ポーランド、ブルガリアなどでは19世紀や20世紀まで縦長の紙幣が時折発行されていた。正方形の紙幣としてはスウェーデン、フィンランド、ノルウェーなどがある。現在では横長の紙幣が一般的となっている。貨幣のデザインは発行された時代の芸術とも関連がある。19世紀末から20世紀前半にかけては、アール・ヌーボーやアール・デコ様式の紙幣が、オーストリア・ハンガリー、ドイツ、フランス、ポーランドなどで発行された。オーストリア・ハンガリーでは、1881年発行の5グルデン札のデザインをグスタフ・クリムトが指導している。1945年に、日本の新紙幣のデザインを公募した際には、審査員には、藤田嗣治や杉浦翡翠が参加した。グレシャムの法則や貨幣数量説などの貨幣に関する説は限定的であるか、史実に当てはまらない場合がある。グレシャムの法則は金貨については有効だが、量貨にあたる艦船が悪貨を抑制した中国の銅貨には当てはまらない。また、複数の貨幣が流通して多元的に評価されていると貨幣の総量を測る意味がなく貨幣数量説の前提が成立しない。現在では国家は流通の安定のために法律によって貨幣に強制通用力を持たせている。これを特に法定通貨、信用貨幣という。この法定通貨は支払い完了性を有しており取引を無条件に完了させる。決済手段となる。このため、所定の通貨の使用を拒否することはできない。中央銀行は、物価の安定、雇用の維持、経済成長の維持、為替レートの安定などを目的として、金融政策を行っている。経済政策においては、為替レートの安定化、国際資本移動の自由化、独立した金融政策という3つの選択肢のすべてを同時に達成することは、不可能とされており、国際金融のトリレンマと呼ばれる。達成可能なのは3つのうち2つの選択であり、為替レートの安定化と国際資本移動の自由化、独立した金融政策と国際資本移動の自由化、為替レートの安定化と独立した金融政策のいずれかとなる。歴史的には、金本位制では、為替レートの安定化と国際資本移動の自由化、変動相場制では、独立した金融政策と国際資本移動の自由化、固定相場制では、為替レートの安定化と独立した金融政策が概ね選択されてきた。政治制度も通貨に影響を与える。19世紀の国際金本位制は、国際金鉱が国内金鉱に優先することも意味しており、そうした制度は普通選挙が普及しておらず国民が発言力を持たない時代に可能だったとされる。バビロニアでは支払い用の貨幣として大麦や羊毛が使われ、銀は表量貨幣で主に尺度として使われた。メソポタミアは銀を産出しないため、アナトリア半島のトロス山脈などから銀が運ばれた。最古の銀貨として、紀元前4300年頃のアッカドからバビロン大、一王朝にかけてハルと呼ばれたリングがある。ハルは貴重な品の対価で必要な量を切って支払った。ハルがリング状や螺旋状の形状をしており、財布のない時代に携帯しやすい形になっていた。政令法である配布記法の最古の事例は、バビロニアで発見されており、ウルク文化後期と推定されている。貨幣単位として、シェケルが紀元前30世紀頃から用いられ、シュメル語では銀と呼ばれた。紀元前22世紀のウルナンム王の時代には、銀1金イコール大麦1グルと、公定比率を定めた。ペルシャ湾の貿易においても、ディルムンの銅とメソポタミアの穀物や、ごま油が交換されるときに銀が尺度として通用した。紀元前8世紀には、アラム人国家の都市であるジンジルリヒュークの遺跡で、アラム文字の銘文を打った銀の延べ棒が出土している。紀元前18世紀のハンムラビ法典には、金融についての法律もある。フェニキア人は、地中海や紅海で交易を行い、イベリア半島にも進出して、ガディルを建設した。テュロス人が、金山や銀山を開発して、採掘に奴隷を使役し、アッシリアなどに貴金属を輸出した。リュディア王国のエレクトロン化現存する世界最古の硬貨は、アナトリア半島のリュディア王国で作られたエレクトロン化である。これは、金銀の自然合金であるエレクトラムを素材としており、リュディアは豊富に貴金属を産する土地でパクトロス川では、砂金状のエレクトラムが取れた。リュディアが硬貨を発行したのは傭兵に対する支払いという説があり、この硬貨はギリシャに影響を与えた。クセノファネスやヘロドトスの伝承によれば、円形の金属に刻印を打ったのは、リュディアのギュゲス王とされる。リュディアの影響を受けて、ギリシャで硬貨が普及し、ギリシャの影響によってペルシア、紀元前5世紀末のフェニキアのテュロス、カルタゴなどの地域にも硬貨が広まった。ペルシアでは、ダレーオス一世が硬貨を発行し、ダリク金貨の重量は、バビロニアの基準1シクルと同じで、シグロス銀貨と銅貨の比価は一時12分となった。金の大量採取は古代エジプトから始まった。ナイル川からの砂金やプント国との交易などで豊富な金を集め、宮殿や神殿に貯蔵した。紀元前2400年以降の中央国時代には、ナイル川の第二幕府まで進出して金を採取した。金は国内の貨幣としては使われず、漂流金貨として深海への貨幣や地中海やメソポタミアでの貿易に使った。本格的に中華が流入するのはアレクサンドロス3世の征服で成立したプトレマイオス朝以降となる。金が豊富な反面で銀は産出しなかったため、当初は金銀比価が1:1であったが、貿易の進展によって差が広がった。フェニキア人が地中海に進出して、植民都市のカルタゴが建設されると、イベリア半島の貴金属貿易の主導権は、フェニキア本国であるテュロスからカルタゴに移った。西アフリカでは、ガーナ王国が8世紀から、金の産出で有名となった。マウリア朝の銀貨インドでは16大国の時代に、交易が盛んになり、この時期に金属貨幣の使用も始まった。打刻印のある楕円型や方形の硬貨があり、高額取引には銀、少額取引には銅貨を使った。初期は商人が発行していたとされるが、やがて国家が発行権を独占した。ペルシア帝国の属州となった北西インドでは、インド様式の硬貨と共にダリク金貨やシグロス銀貨も流通した。マウリア朝の時代にはパナ銀貨やマーシャカ銅貨が使われて重量を統一した打刻銀貨が多くの地域で発行された。マウリア朝では官吏の給与は貨幣額で表示しされ、刑罰は多くが罰金刑とされた。マウリアにはペルシア、ヘレニズム諸国、ギリシャなどからの硬貨も流入していた。紀元前2世紀からギリシャ人によってインドグリーク朝が建国され、ギリシャ様式の硬貨が発行されて、インドの硬貨に影響を与えた。クシャーナ朝のカニシカ一世は、ローマとの貿易で流入したローマのアウレウス金貨を潰して、自らの様式で金貨を発行した。ガンジス川流域では、グプタ朝の建国までに、いくつもの王国が立ち、ミトラ貨幣と総称される銀貨や銅貨が各地で発行された。デカン高原のサータバーハナ朝はギリシャ、アラビア、中国とも貿易を行い、サータバーハナ朝の貨幣は外国でも使われた。グプタ朝は金、銀、銅貨を発行し、初期の金貨はクシャーナ朝の重量基準、後にはスバルナと呼ぶ重量基準で測った。銀貨はシャカクシャトラ貨を模倣した銀貨や東インド向けの銀貨を発行した。金貨はディーナーラ、銅貨はルーパ貨と呼ばれ、金銀貨は高額取引で日常の取引は銅貨や宝買い及び物々交換で行われた。古代中国の売貨員の時代に売貨になった宝買いは熱帯や亜熱帯の海で生息しており、南方で採取したものが運ばれていた。宝貝を糸で5個つないだものを鞆と呼び、殷末から周にかけて王朝では鞆を下賜した。周時代には宝貝の他にべっ甲などの亀甲が貨幣に使われた。布か春秋時代には宝貝や亀甲をかたどった青銅貨として銅貝、刀か布かが作られた。戦国時代にこれらの中華が普及し、旗は度量衡を統一して、銅線の半量線を貨幣重量の基準とした。秦から漢の時代にかけては金、銅貨、琥珀が主流となり、漢では5種銭を発行した。やがて銅不足が起きたため、秦王朝は対策として法貨制などを試みた。しかし政策は失敗して、穀物や腐白などの物品貨幣が増加し、五漢の5種銭の再発行まで混乱が続いた。五漢の滅亡後は、董卓によって5種銭が、董卓小銭という硬貨に改鋳されたが、銘文や研磨などの処理がされていない悪貨だったため、インフレーションを招く。魏晋南北朝の時代に5種銭の発行が再開するが、銅不足は解消されず、物品貨幣である腐白、穀物、塩の流通が盛んとなった。やがて銭の不足によって、てっぺん、裁断したかは、重ねた紙なども貨幣として流通するようになるが、唐の戒厳通報の発行により混乱は収束した。腐白は中国の他に日本、朝鮮などでも貨幣となった。8世紀の中央アジアは絹が白蓮と呼ばれる物品貨幣にもなり、絹の品質に応じて価格帯が定められた。唐の滅亡に伴い五代十国時代になると銅が不足して、十国では硬貨の不足が激しくなり鉛貨と鉄貨が中心となった。古代アテナイのテトラドラクマ銀貨古代ギリシャの叙事詩であるイリアスやオデュッセイアではお牛が価値の尺度になっている。12頭の価値のあるかなえ、4頭の価値のある女奴隷などの表現があり、支払いには青銅と黄金が使われていた。ヨーロッパでの硬貨は古代ギリシャの都市国家であるポリスで急速に普及した。リュディアの影響を受けて、アルゴスで銀貨が作られ、リュディアがエレクトラムから分離した金貨を作ると、それをもとにタソスでも金貨を使った。この他にスパルタやアルゴスでは鉄貨を発行し、硬貨は紀元前6世紀にエーゲ海一帯に広まった。ポリスはそれぞれ異なる貨幣を発行しており、金貨は王政の貨幣に限られ、銅貨は少なく、大部分が銀貨だった。ラウリオン銀山を持つアテナイが最も銀貨を発行して、経済力を持ち、アテナイを中心に海上貿易が盛んになり、ドラクマをはじめとするギリシャの銀貨、アケメネス朝ペルシアの金貨であるダリク、キュジコスのエレクトロン貨などで取引が行われた。少額の貨幣としては鉄串が流通し、鉄鉱山を持つスパルタは、リュクルゴスの時代に鉄棒を唯一の貨幣と定めて、貴金属は国家が独占した。アテナイはポリス内にも貨幣を普及させ、公共事業や民会、陪審に参加する市民にオボルス銀貨を支給する制度が始まった。この制度で貧しい市民もポリスの市場で食料を買えるようになり、富裕市民の公共奉仕も貨幣化されていった。アテナイの貨幣単位には、タラントン、ムナ、ドラクマ、オボルスがあり、タラントンやムナは計算用の貨幣だった。ギリシャではポリスごとに異なる貨幣を発行したため、両替商が重要な役割を持った。両替商は財産の保管を行いつつ、預けられた金を元手に貸し付けもはじめ、銀行も成立した。こうした両替商や銀行は仕事に使っていたトラペザという机にちなんでトラペジーテースと呼ばれた。マケドニアではピリッポス2世時代にパンガイオンで産出する金からスタテルを発行した。このスタテルが銀中心のギリシャで大きな資金源となり、重量もペルシャの 8.4g に対して 8.7g と優れており、大量のギリシャ人傭兵を雇うことを可能とした。アレクサンドル3世は豊富な資金を背景にギリシャ諸都市を征服して貴金属を押収し、各地に造幣所を建設して金貨を発行した。アレクサンドロス3世の征服によって各地から金が運ばれて金貨が急増し、これが最古のインフレーションの記録とも言われる。紀元前240年から225年頃のアス、古代ローマでは青銅貨のアスが最初に作られ、ギリシャの様式を採用した。ギリシアのポリスは、それぞれが独自の貨幣を発行していたが、ローマは各地を征服して、単一の政治機構の下で貨幣制度を統一した。ギリシャ都市間の戦争は賠償金の支払いが主であったが、ローマは征服した都市を従属下に置くという違いがあった。初期の貨幣のデザインはギリシャと同様だったが、戦争や権力者など図像が増えていった。ローマの造幣は元老院の造幣委員が担当しており、定員は毎年3人でキャリアの最初につく最下位の公職だった。ローマは銀行制度もギリシャから引き継ぎ、地域の取引のための両替を行った。帝政に入ると金銀複本位制となり、銀貨のデナリウスが発行されたが、軍費調達や財政再建の目的で発行を増やしたために質が低下してインフレーションを起こした。帝政期にはインド洋交易が盛んになり、アウグストゥス帝からトラヤヌス帝の時代のアウレウス金貨やデナリウス銀貨が当時の遺跡から発見されている。ローマはカルタゴの支配下にあったイベリア半島を征服し、金山や銀山で奴隷を採掘に刺激した。デナリウスかローマ帝国は兵士の給与に銀貨を大量に使ったため、地中海世界では銀貨及び銀貨を補う高額通貨の金貨と少額通貨の銅貨が定着した。ローマ軍団兵の給与は塩で給付され、それがサラリーの語源であるとの説があるが、俗説の域を出ない。セレリアムは兵士ではなく高位の役職者に対して定期的に支払われる給与であり、なぜサルを語源にしているのかは、文献的、歴史的には確定できない。中国では、春秋戦国時代から漢代にかけて多くの貨幣論が書かれた。春秋戦国時代の出来事をもとに書かれた国語に登場する木稿は、基準通貨と補助通貨の2種類の貨幣で調整をするという死母相見論を説いた。牧師では、刀価と穀物価格の関係を論じており、孟子では、一物一価の法則への反論がなされている。司馬遷は、史記の華燭列伝で、藩例の逸話を通して物価の変動を解き、漢史は君主による価格統制を進めている。インドでは、マウリヤ朝時代に、カウティリヤが実理論で貨幣の政策について書いており、使用する銅貨の指定がある。ギリシャの貨幣論は、プラトンの国家、アリストテレスの政治学や、ニコマコス倫理学などに見られる。クセノポンは、歳入論で、ペロポネソス戦争敗北後のアテナイの財政再建について書き、貿易振興による関税、メトイコイの優遇による人頭税、ラウレオン銀山の再開発による貨幣発行益を提案した。ウマイヤ朝のディルハムかイスラーム帝国のウマイヤ朝は、ビザンツ帝国とサーサーアンアサ、ペルシアから領土を獲得し、それぞれの金本位制と銀本位制を引き継いだ。当初はビザンツのソリドゥス金貨とフォリス銅貨、サーサーアンアサのドラクマ銀貨が模倣され、肖像が打刻されていた。アブドゥルマリクの時代に貨幣制度が整えられ、肖像は消えて、イスラーム世界の貨幣のデザインが確立されてゆき、金貨のディナール、銀貨のディルハム、銅貨のファルスが定められた。金貨は、ビザンツのノミスマに倣いつつ、独自の重量を採用した。銀貨は、サーサーン朝のディレムに倣って発行し、銅貨は少額取引用とされ、金貨と銀貨はダマスクスの造幣所で発行されて地方へ広まった。イスラーム経済では銅貨、等量の交換を重視することから、金貨や銀貨の質が安定しており、ヨーロッパでも信用の高い貨幣として扱われた。アッバース朝では、金銀複本位制となり、征服地に帯同されていた金の利用、サハラ交易で運ばれる西スーダンの金、金鉱での新たな金の獲得、そして技術の向上によって金貨の造幣が活発となり、9世紀から金貨が普及した。金貨は貿易の決済として重要とされ、長期間にわたって質が保たれ、銀貨との交換比率が安定していた。アッバース朝の下で、地中海やインド洋の商業は急増したが、次第に金銀の供給が不足したため、小切手、為替手形、銀行が普及した。サラーフと呼ばれる両替商は、小規模な業者は数区で、両替や旧貨と新貨の交換を行い、大規模になると銀行業として、王朝やマムルークに融資を行った。私有財産を寄進する枠付制度にも貨幣が使われるようになり、現金を寄進して利子収入を得る行為も行われた。枠付の管財人は抵当や保証人をつけて貸した。10世紀のファーティマ朝時代に銀不足が深刻化し、12世紀のアイユーブ朝時代には金貨の重量基準が変更され、代わって銀貨が中心となる。イスラーム世界における金銀の不足は15世紀のエジプトでファルス銅貨のインフレーションと穀物価格の高騰などの経済危機につながる。銅貨はファーティマ朝時代には地方当局が発行できるようになっていたため重量が安定せず、アイユーブ朝になると金銀貨との交換比率が定められ、貨幣制度が混乱した。さらに、ファルス銅貨とは別に、ディルハム銅貨という計算用の貨幣が導入されると、貨幣相場の変動が激しくなり、実際にファルスを用いていた民衆に混乱をもたらした。オスマン帝国は、オルハンの時代に、ビザンツ帝国の銀貨を参考に、アクチェ銀貨を発行した。そして支配領域にティマール制を定めて、各地の騎士に徴税権を与える代わりに、軍事義務を課した。ティマール制とは2万アクチェ以下の少額の徴税権が、ティマールと呼ばれたことに由来しており、高額の徴税権は、ゼアーメトやハスと呼ばれた。ティマールの額は、戦場での働きによって増減したため、戦場には、書記が同行して、軍功を記録して証明書を発行した。ザンベジ川、リンポポ川流域の高原で金が産出され、インド洋との貿易を行った。この地域については、イスラーム地理学者のマスーディが記録を残している。アフリカ西部のニジェール川流域では、サハラの銅やサバンナからの金を運ぶサハラ交易が行われていた。サハラ砂漠の岩塩が運ばれてニジェール川の金と取引され、地中海へ金が運ばれた。マリの王は大規模なキャラバンでマッカ巡礼を行い、中でもマンサムーサは大量の黄金で知られ、金を希釈したためにカイロの金創場が下落した。ガーナ王国のセネガル川上流から金の産出は古代から続いており、金の産出地は東へと移っていった。インド洋の宝貝はアフリカに運ばれて売価となった。ベルベル人やアラブ人、トゥアレグ族がニジェール川の流域に運ぶルートとギニア海岸に運ぶルートがあった。シャバやザンビアで流通して13世紀にはニジェール川流域のマリ帝国、14世紀には西アフリカのダホメ王国や中央アフリカのコンゴ王国にも運ばれて貨幣となった。ベニンやアルドラにはポルトガルが進出していたため、売価の単位にも特営、ガリンハ、カベスなどポルトガル語が付けられた。ギニア海岸では、ポルトガルによって王室の紋章を捺印した布も貨幣となった。北宋船南宋船中国を統一した宋は、悪貨や渡しを取り締まり、銅貨の宋銭を大量に発行する。しかし物価は、安定せず、銭鉱と呼ばれた。宋銭は貿易で輸出されて、両、青果、金、高麗、日本、安南、ジャワなどに流入し、それぞれの国内でも、貨幣として流通した。宋銭が普及した地域では、宋銭が不足すると民間や政府が硬貨を発行した。各国でも中国の銭と同様のデザインで銅貨が発行された。朝鮮王朝では、朝鮮通宝、ベトナムでは前、黎朝の太平鏡宝や天福通宝、清朝の大春通宝がある。琉球王国では15世紀後半に、春年通宝、よだか通宝、金円よだからという銅貨が発行されたとされる。日本では中国の銭を模した銅貨の他に、円形で穴があるだけの無紋銭も発行された。硬貨の普及は、それまでの現物納税に代わって、硬貨で納税をする大洗脳のきっかけにもなった。日本、中国、朝鮮では16世紀までの地域市場において、物品貨幣も取引に使った。中国では竹や布の貨幣が作られたり、日本では寒高制に代わって、米の収穫量に基づく石高制が普及する一因にもなった。小型吟醸宋の後のモンゴル帝国は、銀醸と呼ばれる漂流銀貨と絹糸による税制を定めて、元にも引き継がれた。元は、公商と呼ばれる紙幣を流通させつつ、貴金属の私的な取引を禁じ、銅貨の国内使用もたびたび禁じた。元の王族や領主は銀醸をオルトクと呼ばれる特権商人に与えて管理貿易に運用させた。当時のインドでは貿易の支払いに中国からの銀が用いられた記録があり、銀が西へと流れていたことを示している。元は銀を確保するために貴金属が豊富な雲南の大理国に雲南、大理遠征も行っている。管理貿易による貴金属輸出は続き、銀や銅はモンゴル帝国の領土拡大に伴ってユーラシア大陸の東西を横断して運ばれた。東から西の貴金属の流れはイスラーム世界やヨーロッパにも影響を与えた。イスラーム世界の銀不足は13世紀に解消され、14世紀から再び不足した。イギリスの銀貨発行は14世紀に急減し、イタリアでも銀不足が起きている。こうした現象は、元からの銀の増加と滅亡による停止が原因とされる。元の貿易ルートが衰えると、イスラーム世界とヨーロッパは再び銀不足に陥った。資源通貨宝鈔とその原版世界初の紙幣は、宋の硬紙とされる。当初は銅が不足して、鉄貨を用いていた四川において、鉄貨の預かり証として発行された。四川での成功を知った宋政府は、硬紙の発行を官業とし、本銭や発行限度額を定めて、硬紙を手形から紙幣に定めて、官営の硬紙を流通させた。北宋を倒したモンゴル帝国のオゴデイは、江南が勢力外だった当初は、銅が不足したため紙幣の硬紙を発行した。モンゴル帝国は、クビライの時代に元が成立して、1260年に、硬紙は法定通貨として流通を始める。硬紙の流通を拒んだり、偽造をする者は死罪となった。硬紙の製造法は樹皮を薄く伸ばした上に銅版画を印刷し、皇帝の御旨をして完成とするもので300〜200ミリを超えるサイズもあった。モンゴル帝国の地方政権であるイルハン朝では西アジア初の紙幣としてチャーブが発行された。君主のゲイハトゥが財政の再建を目的としたもので、交渉を参考に作られており、漢字も印刷されていた。金属貨幣を禁止して、チャーブを流通させようとしたが、当時のイスラーム社会には定着せず、2ヶ月で回収となった。元の後に成立したアキラも、銅不足のため1368年に紙幣の大明宝証を発行した。明は紙幣を国内用、銅貨を貿易用の貨幣としたが、やがて紙幣は増発により価値が下がり、銅貨や漂流銀貨の国内使用も解禁となる。日本では後醍醐天皇が乾坤通宝という新貨を銅貨と紙幣で発行すると宣言したが、政権の崩壊で実現しなかった。元の末期には朱元璋が銅貨を発行したが、明の成立後も元と同じく銅不足が続いた。明が発行した永楽通宝や宣徳通宝は海外へ流通し、日明貿易により室町時代の日本にも流入した。アメリカ大陸で採掘された貿易銀はスペインのガレオン貿易で太平洋を経由して中国にも到達し、銘は銀の交易圏に組み込まれる。16世紀以降は銀の流入が増え、銀の普及に大きな影響を与えた。シェール社によって発行されたルビー銀貨古代から続いていた西アジア型の打刻硬貨の発行は7世紀頃に減少する。金銀は硬貨よりも装飾品の素材となり、硬貨の含有率も低下した。モンゴル帝国が中国からペルシアにかけて統治するようになると海上貿易が増加した。紅海やペルシア湾からの馬が重要な輸出品となり、インドは西アジアから馬を輸入して中国からの銀で支払った。イスラーム世界は10世紀から銀不足が続いていたが、東から西へと銀が運ばれるにつれて13世紀に銀不足は解消された。イスラーム世界やヨーロッパでは東方からの銀で14世紀から銀貨の造幣が増加したが、元の貿易ルートが衰えると、再び銀不足に陥った。スール朝のシェールシャーの時代に、銀含有率の高いルーパイアと金貨、銅貨が発行され、ムガル帝国のアクバルの時代に、ルピー銀貨の品質が確立された。この制度は、金貨やダーム銅貨にも採用が進み、金貨、銀貨、銅貨が採用された。金貨は贈答用や貯蔵用、銀貨は納税用、銅貨は少額の取引用であり、農民が納税するために商人や両替商が活動した。モルディブ諸島や雲南で産する宝貝は地元で少額用の売価として使われた他に、10世紀頃からインド洋から東アフリカの海岸に運ばれて貨幣となった。カンボジアのクメール王朝では塩が海水由来と岩塩に分けられ、特産の塩が貨幣としても流通した。市場での支払いには、米、穀物、布などを使い、高額の取引には金銀を使った。その他にも、貨幣となる財貨や作物は多種多様だった。レオオン三世とコンスタンティノス五世を描いたノミスマ、ローマ帝国崩壊後に西ヨーロッパを統一したフランク王国は、デナリウスを作って銀貨の重量を上積みし、度量法の改革を行った。また、カール大帝の時代には造幣権を国家の独占とした。その理由として、東方の金貨に対する対策、銀行の開発、飢饉時の穀物価格高騰に対する購買力強化などが挙げられる。銀貨の上積みはその後も続いたため、少額取引用のオボルスも発行された。カロリング朝ではリブラという計算用の貨幣単位によって金銀貨の比価が定められ、中世ヨーロッパの貨幣制度の基本となった。イングランドでは王の造幣権や計算体系は維持されたが、大陸諸国では領主や都市も独自の貨幣を発行し、同じ名称の貨幣でも異なる計算体系を用いるなど複雑になった。東地中海ではビザンツ帝国がノミスマ金貨を発行し、ローマ帝国のソリドゥス金貨を引き継ぐものとして流通した。イスラーム世界からの貨幣がヨーロッパにも流入し、バイキングの交易によってスカンジナビアにも中央アジアで発行された大型のイスラーム貨幣等が貯蔵された。9世紀のバルト海沿岸ではウマイヤ朝の度量衡に基づいた分銅が普及して、同時代の西ヨーロッパの硬貨よりも高い精度を保った。交易港であるビルカ、ヘーゼビュー、ゴットランド島では、分銅で測られた銀製の装飾品や、イスラームのディナール銀貨を、表量貨幣として使った。分銅が価値尺度としての貨幣の機能を持ち、表量銀貨が支払い手段の貨幣の機能を担ったため、硬貨の造幣は基本的に行われなかった。日常の取引で少額面の貨幣が必要だったが、銀貨は高額なため適さず、各地で現金を使わない信用取引や物品貨幣が増加した。小規模な市場調では口頭で信用取引が行われ、イスラーム世界の小切手や為替手形に接していたイタリアの諸都市では13世紀に預金銀行、為替手形、振り替え、複式簿記が普及した。為替手形は為カトリック教会の利子禁止を回避するためにも使われ、為替市場では各都市が発行した貨幣を取引した。計算貨幣を尺度とする信用決済が普及して、バンクマネーと呼ばれた。多い地で、為替市場が立つようになり、シャンパーニュ、リヨン、ジュネーブ、ジェノバ、カスティーリャ、ピアチェンツァ、ブルージュ、アントウェルペンなどの多い地には、外国為替市場の機能もあった。両替商からは、小売菓子や銀行家として発展を遂げるものが出始め、大銀行家から君主になったメディチ家もその一つである。預金銀行は中流商人による事業で14世紀には大商人による小切手の原型が流通する。こうした手法は現金輸送の節約に役立ったが、貴金属の不足が続いて硬貨の供給は追いつかず、14世紀から15世紀にかけて深刻になった。中世では国庫の制度が始まった。イギリスではヘンリー一世時代に国王の財務機関として国庫が定められ、国王は融資の際にタリースティックと呼ばれる木製のワップを発行した。ワップを2つに割って債権者と債務者が管理し、債権者にとっては国庫への貸付証明であり、国庫にとっては債務証書となった。アンデス文明を統一したインカは各地を編入する一方で、北方の貨幣や交易商人は全国的な制度に取り入れずに残した。北方では3種類の貨幣が使われていた。チャキーラと呼ばれる骨製のビーズ紐はエクアドル高地で使われた。金貨にはチャグアルというボタン状のものがあった。アチャスモネーダスと呼ばれる銅製のオノは重心法に基づいて作られてエクアドルやペルーの海岸で使われた。本火のスガイとバイガイで作られたボンパム北アメリカ東部の海岸沿いのレナペ族などのインディアンはポーマノックで取れる貝からボンパムというビーズの装身具を作り内陸の部族との交易や情報の伝達に使った。また日常取引に必要な硬貨が不足すると物品貨幣によって補われる場合もあった。メソアメリカのマヤ文明やアステカでは果実であるカカオが貨幣としても流通してカカオ産地のソコヌスコは重要とされた。アステカではカカオ豆の貨幣は個数で計算され、市場での取引や賃金に使われた。カカオの飲食は貴族、戦士、商人などの階級に限られていた。カカオは後にチョコレートの原料となってヨーロッパ向けの輸出品となる。アメリカ大陸の貨幣制度はヨーロッパとの接触によって次第に消滅するか大きく変化した。イスラーム世界ではアッパース朝以降に商業書が多数書かれ、中でもディマシュキーの商業の功徳が有名である。ディマシュキーは度量衡や貴金属についての貨幣論を書いており、ヨーロッパの商業学にも影響を与えた。15世紀エジプトの歴史学者マクリーズイーは、金銀を取引の中心に据えて貨幣政策を行うように主張しており、現在の貨幣数量説に近い。ヨーロッパではニコル・オレームがシャルル5世の貨幣政策に影響を与えた。オレームは貨幣の階級を分類し、形態の変化、比価の変化、価格の変化、重量の変化、素材の変化とした。当時は君主によって階級が行われていたが、オレームは基本的に階級を禁じ、貴金属の不足や公共費用の支出などが発生した場合に例外的に認めるべきとした。フィレンツェのペゴロッティは商業書、商業実務において中国との貿易を説明しており、貨幣レートについても記録している。東洋の財貨を求める航海は貨幣にも多大な影響をもたらした。クリストファー・コロンブスはマルコ・ポーロの東方見聞録の愛読者であり、東洋への航海としてツィーパング、次にカタイに到着する計画を立てる。計画はイサベル一世の興味を引き、コロンブスはスペイン王室と協約を結んで東洋の真珠、金、銀、秘石、香辛料を入手すべく出港し、アメリカ大陸に到着した。スペインやポルトガルのアメリカ大陸到着は、スペインによるアメリカ大陸の植民地化やポルトガルによるアメリカ大陸の植民地化にもつながり、重金主義の政策が普及した。スペインのカスティーリャ王国はアメリカ大陸の植民地化によって金銀を獲得し、スペインのエスクード金貨やレアル銀貨が国際的な貨幣として流通した。アメリカ大陸からの金銀流入は価格革命と呼ばれる現象の一因とも言われる。イタリアの諸都市に利益をもたらしていた金融技術は北方にも伝わった。17世紀には大市が持っていた為替市場の機能が銀行と取引所に移り、金融の中心地は地中海から北西ヨーロッパに移った。各国から商人が集まっていたアントウェルペンやニュルンベルクが国際金融取引の中心となり、後にアムステルダムに移る。アムステルダムは17世紀に2種類の銀貨を発行し、銀の含有率が少ない国内用銀貨と銀の含有率が高い貿易用の銀貨に分けられた。アムステルダム銀行は、バンクマネーであるグルデンバンコで預金管理を行い、複雑化していた西ヨーロッパの計算体系をまとめた。アムステルダム銀行は、利子の公認、為替手形の割引や裏書きによる、譲渡、信用創造などによって、有力商人が占めていた分野に、中層の商人も参加しやすくなった。ストックホルム銀行兼スペインが、アメリカ大陸からもたらした金銀が一因となり、16世紀に、価格革命と呼ばれる現象が進む。西ヨーロッパの価格は高騰し、人々は盗難や摩耗の危険を避けるために貴金属細工商である金商に金銀を預け、預かり商として証書を受け取った。この証書はゴールドスミスノートとも呼ばれて銀行券の原型となる。金商手形は金額や発行者名などが手書きのものが流通したが、やがて金商銀行は王室への巨額の貸付を回収できず破綻した。ヨーロッパで最初の紙幣はスウェーデンで発行された。スウェーデンは戦費によって財政が疲弊して金銀が不足し、取引の中心は重量がかさんで運搬に不便な銅貨だった。その代わりとして民間銀行のストックホルム銀行が銀行券を発行し、政府の承認を受けた。後にストックホルム銀行は破綻し、初の中央銀行であるスウェーデン国立銀行の設立につながる。ロシアは、西方はバルト海経由でヨーロッパとの貿易があり、東方ではトルコ、ペルシャ、キヨシとの貿易があった。15世紀以降は、モスクワ大公国を中心として西方から銀を輸入し、東方の物産を輸入するために再輸出され、トルコとペルシャに対しては赤字が続いた。16世紀から東方への進出が始まり、その目的には金の発見も含まれていた。しかし金は発見されず、キヨシとの貿易が行われた。ロシアは18世紀の紙幣発行まで貴金属の不足が続き、ターラー銀貨を元にして、エフィムキと呼ばれる銀貨も発行した。エカテリーナ2世の時代には、ルーブル銀貨に打艦される紙幣を発行して、紙幣と銀貨の2本立てとしたが、紙幣の相場は下落した。政府は、この解決のために、金本位制を検討し、農産物の輸出で利益を得ていた、大農場経営の地主に反発を受けつつも、後に、金本位制を導入した。オスマン帝国では16世紀後半に、戦費の増大とインフレの進行によって、財政赤字が深刻となった。ペルーやメキシコから送られた銀がインフレの原因という説もある。対策として貨幣発行益を増やすために銀の含有率を減らした銀貨を発行したが、俸給を受け取る軍人の不満を呼んで暴動が起きた。そこで貨幣での納税と人頭税の増額、徴税請負制の導入などが行われた。第二次ウィーン包囲の後にも税制や財政改革がなされ、新たな貨幣として、クルシュ銀貨が発行された。25.6g のうち銀含有量は 16g の大型銀貨であり、18世紀後半までオスマン帝国の貨幣制度は安定した。ムガル帝国では、アクバルの時代にルピー銀貨が整えられ、アウラングゼーブ帝の時代には、アシュラフィー金貨とターム銅貨の質も確立された。帝国各地に造幣所が建設され、地金を持参した者には 5.6% の手数料で造幣をして、多数の硬貨が発行された。インドでは銀は産出しないが17世紀に銀価が急増しており、国外からの銀の流入が影響を与えた。1591年以降にマネーサプライが急増して1639年まで続き、1640年から減少して1685年から再度増加した。ムガル帝国では、両替商のサルッラーフが為替手形や約束手形を発行した。手形は、豪商が穀物買い付けなど多額の取引を行う際に使い、ペルシア語のバラート、またはヒンディー語でフンディーと呼ばれた。穀物商自身が両替商を兼ねることも多かった。歌川広重の描いた佐渡金山彰は民間の富の蓄積を抑えるために銀の採掘を規制していたが、スペインがマニラへ運んだ銀が民にも5000トンほど持ち込まれ、貿易商人の豪華な生活は民衆の反発も招いた。民は一条弁法という銀本位制によって銀と紙幣が普及して同貨発行が衰え、日民貿易の断絶もあって日本向けの同貨は停止する。日本では硬貨が不足し、硬貨を尺度とする神高制から米を尺度とする石高制に移る一因にもなった。日本は配布機法によって精錬が向上して、石見銀山をはじめとして、貴金属の産出が増加する。日本産の銀は和銀とも呼ばれ、17世紀以降の日本は貴金属の産出地となり、ポルトガルはマカオ経由で日本と貿易を行った。17世紀前半に日本が輸出した銀は、世界全体の産銀量42万キログラムのうち20万に達した。江戸幕府による鎖国令後は、オランダ東インド会社が長崎貿易で金、銀、銅を取引した。中国の生糸は金、銀、銅を支払って輸入し、朝鮮の朝鮮人参や生糸の支払いに銀や銅を使った。こうして日本の貴金属は東アジアや東南アジアに流通して、メキシコからの銀と並んで世界の貿易に影響を与えた。出島に建設されたオランダ東インド会社の日本商館の純益は1位で、他の商館の欠損分を埋め合わせた。小判は空判とも呼ばれて商品名となり、日本から輸出された銅で作った銅貨も東南アジアに残されている。やがて幕府では貴金属の減少が問題となり、貿易を制限する抵抗貿易法や貨幣改鋳へとつながった。朝鮮王朝では常平通宝、ベトナムでは、京京通宝をはじめとする、京京銭が発行された。紙幣は、江戸時代の日本では、羽書をはじめとする商人や寺社が発行した私札や、各藩が発行する藩札などの地域通貨が流通した。中国の清では、政府紙幣とは別に民間の紙幣である銭票も使った。銭票は、穀物店、酒屋、雑貨屋などの商店が発行し、券を基本的な単位とする地域通貨として流通して、陳市などの市場調で使われて、季節に左右される農産物取引の貨幣需給を調整する役割を果たした。ポトシ銀山。シエサで、レオンの記録による。1553年スペイン人がアメリカ大陸に到達すると、フェルナンド2世は黄金のカスティーリアと名付けて植民者を送った。フランシスコ・ピサロは、インカ帝国に進軍し、アタワルパ皇帝を捕虜として、金銀を身代金として集めた後に、アタワルパを処刑した。集められた金銀の工芸品はコンキスタドールたちが、延べ棒に溶かして分配し、富を得たものは、ペルーナリ金と呼ばれた。ペルーのポトシ銀山は、富の代名詞となり、水銀アマルガム法の開発と、ペルー中部のアンカベリカでの水銀発見によって、銀産出が増えた。インカ時代の労働制度に基づく見た制によって大量のインディオが鉱山労働に駆り出され、鉱山内での事故や水銀中毒による死亡が相次いだ。銀はポトシで貨幣や延べ棒になり、大西洋のインディアス海路でスペインへ運ばれた。しかし、ポトシの銀は太平洋経由でアジアにも運ばれ、後にアジアへの銀輸送は禁止された。アンデス東山脈のボゴタ高原周辺には、チブチャ人が住み、豊富な黄金を産出していた。首長が湖で行った儀式をもとに、全身を金粉で包んだエルドラード、またはエルカシーケドラドと呼ばれる王の伝説が生まれた。後にエルドラドは黄金郷の代名詞となり、オリノコ川とカロニ川の流域はエルドラドの地として知られるようになった。エリザベス一世に仕えたウォルター・ローリーは黄金とシマノアの伝説を流布してイギリスの領土拡張を推進しようとした。18世紀のポルトガル領ブラジルは金の時代となる。ミナスジェライス州で金脈が発見され、ゴールドラッシュが訪れた。金採掘は過酷であり、絶えず新しい奴隷が金鉱へ送られた。ポルトガルはイギリスと互恵的な通商条約であるメッシュエン条約を結び、イギリスはポルトガル領ブラジルとの貿易で利益を上げて金保有量が急増し、この金保有が国際金本位制の元となった。ヌーベルフランスのカルタ紙幣。1735年北アメリカの13植民地では本国のイギリスから送られるポンドやシリングなどの硬貨が少なく、大半が輸入品の購入によって流出した。そのため硬貨が常に不足し、17世紀から18世紀にかけて物品貨幣が普及した。法的に認められた貨幣として、植民地全土ではトウモロコシが早くから流通した。北部では毛皮貿易で重要な品だったビーバーの毛皮やロングアイランドのインディアンが作っていたウォンパムがあった。南部ではタバコや米、そしてタバコの引換券であるタバコノートがあり、タバコとタバコノートは合わせて170年にわたって流通した。その他に家畜、干し魚、肉、チーズ、砂糖、ラム酒、アマ、綿、羊毛、木材、ピッチ、釘、弾薬、銃なども貨幣になり取引は複雑になったが、硬貨不足によるデフレーションを緩和する効果はあった。硬貨不足のために各植民地が信用手形を発行し、欧米では初の政府紙幣となった。後にアメリカ独立宣言にも関わるベンジャミン・フランクリンは、印刷業者でもあり、ニュージャージーやペンシルバニアの紙幣を発行し、紙幣の偽造防止法の発明や、紙幣を普及するためのパンフレット出版でも活動した。しかしイギリスは、紙幣の発行を禁じたため、本国と13植民地との対立は深まった。貿易で流入したスペインドルが少量ながら流通を続け、独立後のアメリカでは、フローイングヘアダラーが発行されて、ドルが通貨単位となる。フランス領カナダのヌーベルフランスでは、銀貨不足のためにトランプを切って作ったカルタ貨幣が通用し、これをアメリカ大陸初の紙幣とする説もある。16世紀以降、ヨーロッパ諸国がアフリカでの大西洋奴隷貿易を大規模化する。16世紀のスペインとポルトガル、17世紀のオランダ、イギリス、フランスなどが南北アメリカでの労働力としてアフリカで奴隷の確保を行った。アフリカ西海岸の主な輸出は金から奴隷に変わり、大西洋での海運の増加によって保険業や金融業も活発となり、ロイズ銀行やバークレーズ銀行の創業者をはじめ、奴隷貿易で利益を得る者も増えた。ダホメ王国のようにヨーロッパに奴隷を輸出して、重貨幣を入手する国家もあった。ダホメは金と宝貝の固定レートを定めて、国内の物価はすべて宝貝で表示して、売買を貨幣化して、物々交換を認めなかった。ヨーロッパ側はオンスという計算用の貨幣を考案して、奴隷貿易で利益を出そうとしたが、ダホメでは奴隷価格を値上げして対応した。重金主義は、貴金属の蓄積とともに流出を防止し、対外征服や略奪、鉱山開発を推進した。スペインではサラマンカ学派が研究を進め、現在の貨幣数量説や購買力平価説にあたる学説も主張された。フランス王ルイ14世に仕えた財務総監コルベールが取ったコルベール主義も有名である。ベンジャミン・フランクリンは紙幣を普及するためのパンフレット、紙幣の性質と必要に関する控えめな問いかけを出版した。パンフレットでは、紙幣発行で貨幣の流通を増やし、投資や企業の増加、物価の上昇や移住者の増加をもたらして、ヨーロッパとの経済格差を解決するべきと主張した。字は、金成という言葉もフランクリンによる。日本の江戸幕府の改鋳では、政策担当者の貨幣観によって内容が大きく変化した。元禄、宝暦の荻原重秀による改鋳では貴金属の含有率を下げて、名目貨幣化が進み、正徳、享保期の新井白石による改鋳では、含有率を上げた。メキシコドル、1894年銀貨が貿易の支払いの中心となり、貿易専用に発行された銀貨を貿易銀と呼んだ。メキシコドルは国際貿易の決済通貨となり、19世紀から20世紀にかけて同量、同位の銀貨が各地で作られた。中国の銀元、香港ドル、日本の円銀、US ドル、シンガポールドル、ベトナムのピアストルなどがある。イギリスは清との貿易で赤字が続いて銀が減少し、その解決策としてイギリス東インド会社がアヘンによる三角貿易を確立した。イギリス東インド会社は次のような手順で行った。インドでアヘンを栽培する。清でアヘンを販売する。アヘン購入には銀を指定する。清から入手した銀で中国茶を購入する。中国茶をヨーロッパへ運ぶ。このような手順でイギリスは赤字を解消するが、清では銀の流出とアヘン中毒の拡大が問題となる。清はアヘンを禁止しようとしたため、イギリスとの間でアヘン戦争が起きた。インドからのアヘン輸出は対中国貿易黒字の3分の1を占めた。中国の銭票は20世紀まで続いて釣り票とも呼ばれ、政府や商会に規制される場合もあった。ポリネシアでは海岸に漂着するクジラが重要な資源であり、鯨歯は権威を表す貴重な財として、紛争解決の贈り物や物品貨幣に使われた。鯨油を得るための捕鯨が盛んになると、欧米の捕鯨船が大量の鯨歯をもたらすようになり、鯨歯をめぐる権力闘争が激化した。ラテン通貨同盟参加国1866年から1914年。ポルトガル領ブラジルのミナスジェライスの奴隷が採掘した金はメシュエン条約を通じてイギリスに輸入され、イギリスでは金保有量が増加した。イギリスでは戦費調達や貨幣供給のためにイングランド銀行が設立され、最初の近代的な銀行券を発行する。この銀行券は商業手形の割引に使用され、手形割引によって取引が拡大し、イギリスの国民経済は成長した。イングランド銀行は金との交換ができる銀行券を発行するが、英仏戦争による物価の高騰で金準備が激減して銀行券の金打換を停止した。やがて貨幣法により打換が再開して本位金貨のソブリン金貨が発行され、銀貨は補助貨幣となった。ソブリンの発行は金本位制がイギリスから国際的に広まるきっかけとなった。ピール銀行条例によって、イングランド銀行は銀行券の発行を独占し、中央銀行となった。フランスでは、フランス革命の時期に、フランス第一共和制が銀行による紙幣発行を禁止して、政府紙幣のアッシニアを発行した。戦費調達が主な目的であったが、アッシニアの価値は、下落を続けて、世界初とも言われるハイパーインフレーションが発生した。19世紀は国家の統一に伴って貨幣の統一も相次いだ。通貨同盟が各地で発足し、スイスはスイスフラン、イタリアはラテン通貨同盟によってイタリアリラへ統一された。ドイツでは経済学者フリードリヒ・リストの提唱でドイツ関税同盟が発足して、経済統合が進むが、帝国成立時にも6種類の貨幣が並立した。中央銀行であるライヒスバンクの他に、バイエルン王国、ビュルテンベルク王国、ザクセン王国、バーデン大公国の銀行も通貨を発行した。北欧では、スカンディナビア通貨同盟によって、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー各国の貨幣統一が進んだ。55ドルの大陸紙幣。1779年、アメリカ独立戦争において、13植民地はイギリスからの独立をするために大陸会議を招集し、独立戦争の戦費として大陸紙幣を発行した。大陸紙幣は13植民地の各州政府で発行され、メキシコドルでの交換を定めていたが、大量発行のためインフレーションを起こした。また急増のために偽造しやすく、イギリス軍によって妨害用の偽札も作られて、インフレーションを悪化させた。独立後は、各州の民間銀行と第一合衆国銀行の銀行券が並立し、さらに合衆国銀行が閉鎖されると、個人や団体が自由に銀行を設立できる自由銀行時代となり、銀行と紙幣の種類が膨大で、紙幣の価値が発行地や銀行の信用度に応じて異なるという複雑な流通となった。この状況は南北戦争まで続いた。北アメリカを二分した南北戦争では、北部のアメリカ合衆国と南部のアメリカ連合国は、それぞれ戦費調達のために貨幣を発行した。戦争中は金との打換は停止され、北部ではグリーンバック、南部はグレーバックと呼ばれる政府紙幣を発行して、互いの勢力下で流通した。さらに両政府は国債や利子がついた政府紙幣も発行した。南北戦争後には金と打換できる金証券が発行されてイエローバックと呼ばれ、ドル銀貨と打換できる銀証券も発行された。後には1907年恐慌などの影響で中央銀行設立の要望が増えて連邦準備制度理事会が設立され連邦準備権としてドル紙幣が統一された。ヨーロッパはアフリカの植民地統治のために貨幣経済を浸透させて様々な税金を課して植民地政府の財源とした。宗主国の通貨が導入されて、人頭税や耕野税を定め、現金収入が必要な人々から労働力を調達した。野生ゴムを産するコンゴ自由国では、最終税なども徴収した。政府予算の大半は、宗主国のためのインフラ整備に使われたが、ヨーロッパ系住民からは税を徴収しなかった。アフリカ人は低賃金労働に従事させられるとともに、税金を、ヨーロッパ系住民のために納めるという構造が固定化された。植民地政府は出費を抑えるために現地の支配者や支配機構を利用する間接統治を推進した。こうした植民地経済は独立後のアフリカ各国が経済成長をする指標になった。最初のソブリン金貨。1817年近代的な金本位制は法的に陛下が定められ、金の裏付けを元にして紙幣が発行される。金貨は本位貨幣と呼ばれ、金貨との交換が保証される紙幣を打換紙幣と呼ぶ。打換紙幣の発行は発行者が保有する金の量に制約される。イングランド銀行は公定部外の操作によって金準備を安定させ、世界各地での産金の増加に伴って、ロンドンが金地金取引の中心となり、国際的な金融センターとして繁栄した。19世紀から20世紀にかけて世界各地で金採掘の流行が起きてゴールドラッシュと呼ばれた。中でもカリフォルニアゴールドラッシュは30万人もの採掘者を集めた。ゴールドラッシュによる金産出は世界規模でマネーサプライを増加させて金本位制の拡大にも影響を与えた。歴史上の金産出量のうち大部分はこの時代に集中している。欧米諸国で金本位制への切り替えが進み、日本では明治政府が導入した。19世紀後半にはイギリスのスターリングポンドを中心に国際金本位制が成立する。こうした状況で中国は銀本位制を守り続けた。国際貿易が進展すると、世界各地の伝統的な貨幣は、基軸通貨や金との打換性が高い通貨へ変わり、一国一通貨の制度が普及していった。国際金本位制の下で、決済手段が統一されると取引が迅速化した。貿易で各国の金の保有量と通貨発行量が自動的に調整されるため、国際関係の勢力均衡にも合致した制度とされた。金本位制は、貿易による自動的な調整をもたらすとはいえ、実際には先進国が途上国を資金的に支援する必要があり、途上国は貿易赤字を防ぐために保護主義を採用した。国際金本位制は国内経済に問題を起こした。国内の通貨量は国内の金の保有量に連動するので、貿易赤字で金が減少すると通貨発行量が減少する。金本位制の下では通貨は自由に発行できないため、国内経済が縮小して失業や貧困の問題が生じても政府には財政面での限界があった。金準備が不足した場合は、幣価の切り下げか、資金借り入れの必要があった。国際貿易の進展によって、農産物の買い付けが増大すると、問題も発生した。地域通貨が羅漢紙幣へ変わった後は、それまで地域通貨が吸収していた農産物の季節変動の影響を、羅漢紙幣が受けるようになった。1907年恐慌などの信用恐慌の影響も重なり、各国は紙幣の打艦準備が必要とされるようになる。これが世界各地の信用膨張につながり、在地金融は1920年代を頂点として不振が続いた。ハイパーインフレ時のドイツ。レンテンマルクとの交換でパピエルマルク紙幣が処分された第一次世界大戦により、各国は戦費調達のために金本位制を停止し、政府の裁量で俯瞰紙幣を発行する管理通貨制度に移行する。戦争により金属が不足し、ノートゲルトなどの地域通貨も発行された。休戦後のベルサイユ条約で多額の賠償金を課せられたドイツは、物価の高騰とマルクの急落が起き、フランスのルール占領も影響した。ドイツは、マルク安定化のために為替市場に介入するが、外貨準備の減少で介入を維持できず、物価が大戦前の1兆倍というハイパーインフレーションとなり、当時のマルクはパピエルマルクとも呼ばれた。1兆マルクを単位とするレンテンマルクを発行して、事実上のデノミネーションを行うとインフレは沈静化し、アメリカの介入によるローズ案でドイツは外債発行が認められて、第一次大戦の債券債務が清算に向かった。大戦中にはロシア革命が起き、革命後にハイパーインフレーションとなった。革命で成立したソビエト連邦のボリシェビキ政府はロシア帝国とロシア臨時政府時代の全債務を不履行とした。インフレによってルーブル紙幣の実質流通残高は 1% となったため、ボリシェビキ政府はデノミネーションを3回行い、新紙幣として、金打艦のチェルボーネツを発行した。チェルボーネツは、法定通貨ではなく、旧紙幣のルーブルと並行して流通して、相場も立った。金本位制は、アメリカの金輸出解禁をはじめとして再開が進み、ジェノバ会議では、大戦後の貨幣経済について話し合われ、各国に金本位制再開を求める決議も出された。アメリカは、大戦後に、競争の20年代とも呼ばれる繁栄時代に入り、マネーサプライは 60% 増加した。この時代に分割払いが普及し、消費者負債は1920年から1929年までに33億ドルから76億ドルと急増した。第一次大戦後には国際連盟など国際機関も設立され、金融面では国際決済銀行が設立された。アメリカはヨーロッパの戦後復興を投資で援助してニューヨーク連邦準備銀行総裁のベンジャミン・ストロングによって各国の協調が保たれて金本位制に復帰する国家も増加した。しかし金本位制を再開した各国は深刻なデフレーションに見舞われた。さらにアメリカの連邦準備銀行は国内の投機を抑制するために公定歩合の引き上げを行い、ヨーロッパとの金利差を縮めて、ヨーロッパからの資金逆流を起こした。このためにドイツは、第一次大戦の戦後賠償が困難となり、ナチ党の権力掌握の一因にもなった。アメリカでの投機が元で、世界恐慌が起きると、各国は再び金本位制を停止した。世界恐慌後の各国は、自国の経済を保護するために、ブロック経済を進める。ブロックは、通貨圏によって分かれ、英連邦を中心とするスターリングブロック、アメリカを中心とするドルブロック、ドイツのライヒスマルクを中心とする中央のブロック、フランスを中心に金本位制を最後まで維持したブロック、そして日本の円を中心とする日米経済ブロックなどがある。この他にルーブルを通貨とするソビエト連邦が独自の経済圏を保っていた。ブロック内での関税同盟やブロック間の輸出統制、通商条約の破棄によって国際貿易は分断され、第二次世界大戦の一因となった。アダム・スミスは国富論で商品交換を行うために金属が貨幣に選ばれたと論じ、紙幣が金属貨幣の価値の総額を超えることは抑制されるべきとした。デイビッド・リカードは地金の価格高騰についてで貨幣数量説を論じた。英仏戦争による物価の高騰で、イングランド銀行の金準備が激減して、銀行券の金打換を停止した際には、銀行券の打換再開をめぐって、通貨学派と銀行学派の論争が起きて、地金論争と呼ばれた。通貨学派は、銀行券の発行が、イングランド銀行の金保有量に一致することを要求し、銀行学派は、銀行券の発行は金保有量に制約を受ける必要はないとした。古典派経済学では貨幣の中立説が主張された。貨幣数量説の研究が進み、新古典派経済学ではフィッシャーの交換方程式やケンブリッジ方程式が考案された。第二次世界大戦中の1944年にアメリカのブレトンウッズで44カ国による連合国通貨金融会議が開催される。大戦後の国際通貨制度の枠組みとして、ブレトンウッズ協定が締結され、国際通貨基金と国際復興開発銀行の創設が決定した。IMF は国際通貨の安定を目的とし、国際収支が赤字になった国に短期の資金を融資する。世界銀行は長期の資金の融資を行い、大戦後にアジアやアフリカで独立した国々を援助するために無利子で融資をする国際開発協会や民間向けに融資をする国際金融公社も設立された。第二次大戦によってイギリスはアメリカに負債を負い、インドなど英連邦諸国は独立をしてポンドは切り下がり、国際通貨の中心は US ドルに移行した。ブレトンウッズ会議では世界経済の安定のために国際通貨についての提案がなされた。イギリスは超国家的な通貨としてバンコールを提案し、アメリカは US ドルのみが金との打換を持つという提案をした。最終的にはアメリカ案をもとに運用が決まり、US ドルが金との打換を持ち、各国の通貨は US ドルとの固定相場制を取ることで価値を保証した。これは金為替本位制とも呼ばれ、基軸通貨と世界一の金準備を持つアメリカが金融センターの中心となった。IMF は加盟国の準備資産を保管するために特別引出権の制度を始めた。ブレトンウッズ体制により国際通貨基金の加盟国は US ドルに対する自国通貨の評価を定めた。これにより各国は経済成長を遂げるが、アメリカは国際収支で赤字を続けながら、ドルを世界に供給する必要が生じた。しかし、アメリカの国際収支の赤字が続けば、ドルへの信任が低くなり、アメリカの国際収支が改善されれば、ドルの安定供給が維持できない。これは、トリフィンのジレンマとも呼ばれた。アメリカでは、ベトナム戦争による財政支出とインフレが続いたためドルの価値が下落し、国際収支の赤字により金準備も減少する。こうして、US ドルと金との打換は停止されることとなった。アメリカのリチャード・ニクソン政権は US ドルが金との打換を一時停止すると発表した。原因はアメリカの金保有量の減少によるもので、それまでの金とドルに基づく国際通貨体制の終了をもたらし、ニクソンショックとも呼ばれた。ニクソンショック以降の為替レートの動向は次のような時期に分かれる。ニクソン大統領の演説以降の急レートでの11日間の市場再開を経て、1971年12月18日までの変動相場制。ドルの値下がりが予想されたため、ヨーロッパは外国為替市場を閉鎖した後に変動相場制へ移行した。他方で日本は市場を閉鎖せずにドル買いを続けて為替差損を出した。IMF の10カ国グループである G10 によってスミソニアン協定が結ばれて固定相場制が再開され、為替相場の変動幅が上下 25% と取り決められた。ドル切り下げと円切れ上げが決定して、新たに金1オンスイコール38ドル、1ドルイコール308円の交換レートが定められた。固定相場の維持は再び困難となり、1973年2月12日のドル債切り下げにより、再び変動相場制へ移行した。ブレトンウッズ体制は終了し、各国は US ドルとの固定相場制から変動相場制へと移行した。主要な通貨は実体経済の経済力を背景に価値を持つこととなった。ドルは金との固定相場による価値を失う反面で、金の束縛を離れた発行が可能となり、固定相場時代よりも国際間の資本移動が自由になった。現在でも外国資本の流入を促進するために US ドルと固定相場制を取るドルペッグ制を採用したり、US ドルそのものを自国通貨とすることで価値を保証している国がある。中国は管理変動相場制を取っていた。経済通貨同盟ヨーロッパでは第二次世界大戦後に経済統合が進んだ。これは経済的な目的だけでなく、二度の世界大戦やブロック経済の問題を踏まえて安全保障に関わる政治的な目的も含んでいる。こうした歴史的な背景のもと、欧州通貨統合も進められた。1970年には通貨統合についての具体案が出され、欧州通貨制度が開始する。ドイツマルクを中心とし、参加国はマルクに対するレートを一定の枠内で固定した。ユーロ圏の金融政策を行うために、欧州中央銀行を設立し、共通通貨であるユーロを11カ国で導入した。ユーロ圏は、経済政策も共有する経済通貨同盟であり、通貨同盟とは異なる。2015年1月1日時点のユーロ圏は19カ国となっている。1980年代前半のアメリカは、ロナルド・レーガン政権の下で、双子の赤字と呼ばれた貿易赤字と財政赤字が問題となった。為替レートを安定させるために、G5 の増床や中央銀行総裁による会議が開催され、プラザ合意がなされた。これ以降は円高が急速に進み、2年間で1ドル、イコール240円前後から121円と2倍近く上がった。主要国による協調介入は1985年10月で終わり、当初の為替レートの目標は1ドルイコール210円から215円を見込まれていたが、円高はそれを上回った。日本では円高によってバブル景気となり、バブル崩壊後は円高とデフレーションによって長期停滞が続いている。ニューヨークやロンドンなど欧米に加えて、第二次大戦後は、アジアでも東京、香港、シンガポール、上海などの地域が金融センターとして発展した。金融センターの国際的競争力を示す指標として、Z、イェングループの世界金融センター指数があり、2019年3月時点では、上位5位は1位、ニューヨーク、2位、ロンドン、3位、香港、4位、シンガポール、5位上海とアジア圏から3つ入っている。香港、シンガポール、上海は植民地時代から金融業の基盤があり、共に英語と中国語のビジネスを進めやすい環境にあった。シンガポールは地理的にニューヨークとロンドンの中間に位置して24時間取引が可能な点も有利となった。シンガポールは ASEAN の金融センターとなり、1990年代以降は中国やインドをはじめアジア新興国に官民一体で共同投資を行っている。中国の通貨である人民元は、鄧小平の改革開放によって大きく変化する。それまでは、外貨高換券用の公定為替レートと市場の為替レートに格差があり、改革開放によって二重相場制と外貨高換券を廃止して管理フロート制に移行した。これは実質的にドルペッグ制であり、通貨の切り下げによって輸出が増加する。改革開放以前は、中国人民銀行が政府が決定の下で貸付を行っていたが、国有銀行の商業銀行化も進められた。IMF8 条国となった後は、経常取引の自由化が義務付けられるが、資本取引の規制は続けて、銀行の国債取引も外貨管理局が統制した。経済成長が続いて、投機的な資金流入が問題になると、対策として通貨バスケット制を参照しつつ、管理変動相場制に移行した。世界金融危機以降は、人民元の国際化をさらに進め、人民元は SDR の構成通貨に加わり、中国外貨取引センターは通貨バスケットを24カ国に拡大した。国内ではクレジット決済に代わって IT 技術に基づく決済システムの普及が推進されている。アフリカでは第二次大戦後に植民地からの独立が相次いだが、植民地時代の経済が悪影響を残した。IMF の指導によって構造調整政策が導入され、各国は世界銀行や先進諸国の支援と引き換えに取り組んだ。構造調整政策は1990年代まで続けられたが期待された成果はなく、債務危機に陥る国家も出て、IMF や世銀は方針変更を迫られた。2000年代以降は構造調整に代わってミレニアム開発目標などの貧困削減が課題とされた。技術面では携帯電話が急速に普及して、送金や銀行口座開設などのサービスが開始された。インフォーマルな活動の中には、互助的な金融や保険があり、銀行からの融資が困難な出稼ぎ民に対する頼もし公的な金融もある。アラブ諸国などイスラームの影響が強い国では、紙幣の導入に時間がかかる場合があった。イスラーム経済に固有の事情により、交換するものは等量、等価でなければならず、素材として価値が高い金属貨幣が重視されたためである。1940年代半ばのアラブ諸国では、多種類の金貨や銀貨の他に、貿易の決済やマッカ巡礼者の通貨交換用に、英領インドのルピー紙幣を使った。サウジアラビアでは、リアル銀貨が通貨だったが、銀価格高騰による流出で通貨危機が発生したため、事実上の紙幣である巡礼者受領証を発行し、後に正式にリアル紙幣を発行した。巡礼者用の紙幣は、サウジアラビアの他では、インドとパキスタンでも発行され、正式には外貨証券と呼ばれる。アジア通貨危機で大きな影響を受けた国変動相場制による資本移動の規模の増大と加速化は、通貨危機の可能性を高めた。ポンド危機が発生した際には、イギリスは欧州為替相場メカニズムを離脱した。欧州通貨制度では参加国の為替レート維持は経常赤字国が負担していたため、マルクに対するポンドの切り下げが予想されたのが原因だった。メキシコペソが暴落した際にはメキシコ通貨危機が起きた。タイバーツの切り下げは周辺諸国の通貨にも投機を招き、投資を活発にするためにドルペッグ制を取る国が多かったために、タイの通貨危機が拡大して、アジア通貨危機となり、ロシアに波及して、ロシア財政危機となった。サブプライムローンを発端に、世界金融危機が起きた際には、各国が協調介入しており、これは世界恐慌での対応の失敗が教訓となっている。メソアメリカのカカオは、一部の地域では20世紀まで貨幣として通用した。現在使われる、物品貨幣としては、石貨や売価がある。特にパプアニューギニアのタブ売価は、人頭税の支払いなど行政においても流通している。1990年代からは、電子決済のサービスである、電子マネーが始まった。公儀の電子マネーには、前払いで入金する、プリペイド式と、クレジットカードと同様のポストペイ式がある。現在では、IC カードに入金をする形態が普及している。電子マネーの特徴としては、購入情報の記録、少額決済の短縮化などがある。イギリスのモンデックスは、1995年からプリペイド電子マネーの試験運用を始めた。銀行の ATM や公衆電話でチャージをして買い物に用いる仕組みで、その後にドイツやフランスでも電子マネーが発行されたが、大きな普及にはつながらなかった。アジアでは香港の発達通りをはじめ1990年代後半から交通機関を中心に電子マネーが普及し、日本でもプリペイド電子マネーの試験運用が始まる。2001年以降は各国でタッチ式のプリペイド電子マネーの普及が進んでいる。中国ではクレジット決済に代わって IT 技術に基づく決済システムが普及した。アリババグループによるしつけ宝やテンセントの微信しつけが中心となっている。信頼できる第三者が仲介となって取引を行っており、中国の商慣習にも合致している。第三者決済サービスで蓄積された取引情報は、社会信用システムに活用されて、個人信用を評価する、シバーサ信用などのサービスも行われている。信用評価システムによって、従来は融資が困難だった中小企業や個人事業者への融資も進んでいる。ビットコインのマイニング法定通貨ではない貨幣として、仮想通貨、もしくは暗号通貨があり、著名なものとしてビットコインが知られる。基本的にはデータとしてのみ存在し、暗号によってコピーを防止している。ビットコインはペーパーウォレットという紙に印刷をして保存も可能となっている。ビットコインはサトシ・ナカモトという人物の論文をもとに開発された。ピアーツーピアー技術によって価値を保証され、中央銀行を介さない貨幣として限定的ながら国際通貨として流通している。国家の通貨のような強制通用力が存在しないが、国際決済にかかるコストが少額であり、匿名性や国内で複数の通貨が使える利便性などが注目されている。キプロスショックの際には銀行預金の課税を逃れるためにビットコインを選ぶ人々が存在した。一方で、2014年にはビットコイン取引所の最大手であり、東京都で事業を行っていたマウントゴックスでビットコイン消失事件も発生している。銘仙は副葬品に用いる貨幣を指す。中国古代では銅銭や紙銭を使い、後にその文化が日本にも受け継がれた。日本では六文銭や近世の六銅銭などが知られる。中国、韓国、台湾、ベトナムでは葬儀社などで米国銀行券といった名称の葬儀用紙幣が用意されている。墓参用にも米国銀行券などが使われている。現代の沖縄県内でも内紙として同じような葬儀用、墓参用紙幣が使われている。1930年の中国では額面が5円となっているが、その後高額化が進み、一般には存在しない額面となっている。類似の慣習として古代ギリシャでは、地獄の川の渡し堀である、カローンへの渡し賃として1オボルスを死者の口に入れた。軍用種苗とは、戦争の時に占領軍が占領地や交戦地で発行する通貨であり、軍票という通称で呼ばれる。軍票は19世紀にヨーロッパで始まり、占領軍は占領地で物資を徴発する代わりに、軍票で必要物資の調達や軍人への給料の支払いを行った。また、敵国の通貨の使用を禁止して、経済を統制する目的もあった。占領軍の自国通貨を支払いに充てた場合は、自国でのインフレの可能性があり、敵国通貨を禁止しなければ、敵国から物資の調達などをされる可能性があるため、軍票が使用されてきた。発行された軍票は発行国の債務であり、終戦により一般通貨に交換することが必要となるが、戦勝国により敗戦国の軍票が無効とされる例も多い。正式な軍票ではないが、同様の目的でアメリカ軍が沖縄の久米島で発行した貨幣として久米島紙幣がある。かつて世界各地のハンセン病療養所やコロニーにおいて通貨が発行された。ハンセン病隔離施設の場合は、菌の伝染防止や患者の隔離が目的であり、必要性がなくなり廃止された。特殊貨幣の多くは国家が作ったが、療養所が作ったところもあり、日本では多摩全生園などの療養所が作った。患者の入所時に一般の通貨は強制的に特殊通貨に換えさせられた。硬貨が一般的だが紙幣もあり、その場合は通し番号がついた。クーポン券と言っても良い場合もあり、プラスチック製もあった。多摩全生園の場合、貨幣の製造は気象などを製造するところに発注し、金の伝染を防ぐために消毒された。日本の療養所の一部では、通帳を併用して貧困者への小遣いなどに利用した。日本では種々の不正事件の発覚が契機となり、各療養所の通貨は1955年までに廃止された。廃止時に一般の通貨に変えられたが、米軍軍政下の宮古南西園では、一般の通貨とは変わらなかった。信用通貨と偽金の問題は貨幣の歴史と同じくらい古いとも言われる。価値の裏付けを金属に求めながら、地金価値と額面を厳密に一致させる本意、貨幣制の確立は近代以降であり、近代以前の貨幣制度をそれで理解することは難しい。金属貨幣はしばしば政府や領主などが貨幣発行益を得るために発行され、額面が地金の価値を上回ることがあった。貨幣発行益が大きい場合は、偽金の横行を呼び、特に高額の貨幣が偽造された。例えば和同開珎は、銀銭の発行後1年以内に、市中銭の禁令が出ており、偽造が原因で、銀銭は廃止されている。紙幣の偽造では、初の紙幣とされる硬紙が990年頃に出た、後の清宋の時代には、偽造に関する記述が見られる。日本最古の紙幣とされる、跳書きは1610年に発行されたが、1624年には、偽札についての記述が見られる。スウェーデンのストックホルム銀行券は1661年に始まり、1662年から1664年には、偽造銀行券が出回っていた。大規模な紙幣偽造としては、ポルトガルの公文書を偽造して、エスクド紙幣を$500万相当印刷させた事件がある。アメリカ最初期の紙幣を印刷したベンジャミン・フランクリンは偽造防止の方法も発明した。紙幣の文字に意図的なスペリングミスを仕込み、額面によって異なったスペリングと活字を組み合わせた。さらに、複製困難なデザインのためにネイチャープリンティングという、紙幣の裏に木の葉をプリントする方法を考案した。アメリカは大陸紙幣の後は南北戦争まで政府紙幣がなく、1862年の時点で紙幣全体の 80% が偽札だったとされる。偽札を判別するための偽札鑑定新聞や銀行券通信と呼ばれる冊子があり、定期的に発行された。鋳造貨幣や紙幣以外の偽造もある。アステカでは通貨として使われていたカカオ豆が偽造されていたという記録がある。ありがとうございます。